佐藤すみかです。あなたはこんなことないですか？太るって分かっているのに、チョコやケーキなどの甘いものやポテチなどの脂っこいものが無性に食べたいってなる。これってあなたの意志が弱いからではないんです。実はあなたにあるものが足りないから起こる体からのサインなんです。そこで今回の動画では、あなたが無性に食べたくなるもので分かる肥満のサイン7選をご紹介します。この体からのサインを知ることで、一日も早く人生最後のダイエットにしてもらえると嬉しいです。では早速、食べたいもので分かる肥満のサイン7選。1つ目、甘いもの。例えば過去の私もそうだったんですけど、疲れて仕事の帰りにふらりとコンビニに立ち寄って、ふと目にした甘いもの、あ、この新作スイーツが私に食べてほしいって言っている、なんてもはやスイーツのせいにして買って食べてしまう。私のようにここまでなくても食べたら太るって頭では分かっていても、無性に甘いものが食べたくなる時ってありますよね。実は甘いものは急速なエネルギー源となるため、疲れを感じた時に食べたくなるんですね。ところがその欲求のまま食べてしまうと、ますます甘いものがやめられない、止まらないになっていきます。なぜだと思いますか？実は無性に甘いものが食べたくなるのは、タンパク質不足の可能性があるからなんです。タンパク質が不足して細胞の再生が追いつかずに疲れている時って、とにかくすぐにエネルギーになるものを体が欲しがるんですね。ここで体が本当に必要としているのはタンパク質なのに、糖質って体にとってすぐエネルギーになる栄養素なので、手っ取り早く甘いもので紛らわそうとしちゃうんです。で、ここからなんですけど、具体的にどうすればいいのって思いますよね。こんな時は甘いものの代わりに、ゆで卵やヨーグルト、素焼きのナッツ、食事ができる状態なら肉や魚、お豆腐や納豆を食べると、まる不思議と甘いもの欲求がなくなってメンタルも落ち着きます。食べたいものでわかる肥満のサイン2つ目、酸っぱいもの。レモンの蜂蜜漬けや酸っぱいマンの干し梅など、無性に食べたくなって気がつけば一袋食べてたなんてことないですか？実は酸っぱいものを食べたい時は胃の疲れの可能性だ。はいです。胃が弱ると食べ物をうまく消化することができないためか、脂肪を溜め込みやすくなります。こんな時は胃の調子を整えるためにクエン酸やミネラルを摂取するのがおすすめ。特に無添加の梅干し、純林お酢、また海藻類、豆類、そば、またおやつにはお菓子の代わりにみかんなど柑橘類を取り入れていきましょう。食べたいものでわかる肥満のサイン3つ目、辛いもの。例えばなんだか無性に辛いものが食べたいな、キムチ鍋とか激辛カレーとか、あの食べた時の口にピリッとくる刺激がたまらないよね、なんてことになっていたら要注意です。そんなあなたはストレスが溜まっている可能性大です。ストレスを感じると脳内の快楽物質であるセロトニンが不足します。実は辛いものを食べると一時的にセロトニンが増加し、ストレスを和らげる効果があります。これが癖になって辛いものを食べ続けると、辛味成分によって消化器の粘膜が刺激され、消化液と同時に唾液の分泌量が増えるんですね。結果ますます食欲が増進されて太ってしまいます。なので辛いものを食べたい時は、まずはあなたの心を大切にしてあげてくださいね。その上で高ストレスホルモンを分泌する副腎をサポートする栄養であるタンパク質や抗酸化ビタミンを摂取するのがおすすめです。難しく考えなくても大丈夫です。和食中心の肉、魚、卵、大豆製品や海藻、野菜、果物をバランスよく食べると丸ですね。例えば豆腐とわかめの味噌汁は簡単ですし、またペパーミントティーなどのノンカフェインのハーブティーもリラックス効果があるのでおすすめです。食べたいものでわかる肥満のサイン4つ目、脂っこいジャンクフード。あの揚げたて熱々のフライドポテトにサクサクしたポテチや唐揚げくんなど、ギトギトした脂っこい
いジャンクフードが無性に食べたくなる時ってありませんか？それはカリウム不足なのかもしれません。カリウムは筋肉の動きや神経伝達に重要な役割があるんですけど、脂っこいジャンクフードの旨味に含まれることがあるため無性に食べたくなってしまうんですね。とはいえ欲求に任せて脂っこいジャンクフードを食べ続けていては永遠に痩せることができませんよね。なのでこんな時はカリウムを豊富に含む別の食べ物で補っていきましょう。カリウムは野菜や果物全般に多く含まれていますが、特におすすめはほうれん草、ブロッコリー、アボカド、リンゴ、バナナ、また納豆にも豊富に含まれています。今日は無性に何か食べたくなる時の救世主なので、毎日食べてほしい私の一押しの食材です。痩せる納豆の食べ方は別動画で詳しく解説していますので、こちらをご覧くださいね。食べたいものでわかる肥満のサイン5つ目、しょっぱいもの。イカの塩辛や塩昆布などほっかほかのご飯乗せて食べないと気が済まないほど、あなたが無性にしょっぱいものを食べたい時はミネラル不足の可能性大です。特に普段偏った食事でナトリウムやマグネシウムといったミネラルが不足していたり、またたくさん汗をかいた後は水分や塩分が一緒に体から出るので、補うために塩気の強い食べ物が欲しくなると言われています。このように体内のバランスを保つためにしょっぱいものを食べたいってなるんですが、ただ塩分の取りすぎは生活習慣病なども気になりますよね。毎日の生活で栄養バランスは気にしていたけど、ミネラル不足ってあんまり意識してなかった方はこんな食べ物を補うと丸です。例えばわかめや昆布などの海藻類、味噌汁や豆腐などの大豆製品、ほうれん草、小松菜などの野菜です。このように和食中心のメニューを取り入れていくと簡単に摂取できますし、またミネラルの中でも特に不足しやすいのがカルシウムです。カルシウムはチーズやヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚などに多く含まれます。そして高度の高い水、コントレックスなどのミネラルウォーターも丸。カルシウムや便秘に効くマグネシウムが飲むだけで簡単に摂取できるのでおすすめです。食べたいものでわかる肥満のサイン3つ目、炭水化物。よく私が太る原因はお米やパンが好きでやめられないからだと思うんです、というご相談をいただくんですけど、本当にそうでしょうか？実はそれ、お米やパンなどの炭水化物がつい食べたくなってしまうのはタンパク質不足が原因です。本当はエネルギーが不足している時は基礎代謝を上げてくれるタンパク質が必要なんですが、米やパン、うどん、パスタがつい食べたくなってしまうのはタンパク質よりも糖質の方が素早くエネルギーに炒め、手っ取り早く済ませようとしてしまうんですね。なのでおにぎりやパンなどで一時的な満足感を得ようとせずに、本当に食べてほしいものは赤身肉、魚介類、ナッツ、納豆などの良質なタンパク質です。食べたいものでわかる肥満のサイン7つ目、氷。無性に氷が食べたくなるあなたは水分不足の可能性大です。実際に私の生徒さんもまさにこのタイプで、いつ頃からかなぜだかわからないんだけど、とにかく氷をガリッガリと食べたくなっていて、調べたら極度の貧血だったんですね。今は腸活で改善されたんですけど、あなたも思い当たることがあれば要注意です。貧血になると自律神経のバランスが乱れて、うまく体温調節ができなくなります。すると口の中の温度が上がって、それを冷ますために無意識に氷が食べたくなるんです。自律神経は内臓の働きや血流、代謝をコントロールしているので、貧血によって自律神経のバランスが乱れた状態が続くと代謝が滞り、脂肪として溜め込みやすくなってしまいます。また氷は体を冷やし、ますます代謝が下がって太ります。なぜなら体温が1度下がると1日の基礎代謝が 13% も低下すると言われているからです。なので普段から体を冷やさないように、氷はもちろん冷たい飲み物や食べ物ではなく常温やホットに置き換えていきましょう。そしてまずは貧血の自覚症状のある方は鉄が多く含まれる食べ物を食べましょうね。鉄は吸収率の低い栄養素なので意識的に摂る必要があります。おすすめはレバーや赤身の肉、カツオ、マグロなどの動物製品に含まれる
まれる鉄は比較的吸収率がいいので積極的に摂りましょう。他にもひじきなどの海藻類、ほうれん草などがおすすめです。以上7つ無性に食べたい時の原因やおすすめの食べ物についてご紹介しました。あなたはいくつ当てはまっていましたか？それぞれのパートでお伝えした対策を1つからでも OK。 今すぐ始めてみてくださいね。ここであなたに今回の動画で一番大事なメッセージをお伝えします。あなたのダイエットの目的って何ですか？私たち女性だったらただ痩せればいいわけではないですよね。痩せても肌や髪のツヤがなくかえって老けて見られるようになったなんて絶対嫌ですよね。大切なのは痩せてどんななりたい理想の姿を手に入れたいかにフォーカスすることです。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されてなりたい理想の姿を手に入れたキラッキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善と言っても何をしたらいいのかわからないという方はこの動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回のまとめです。食べたいものでわかる肥満のサイン7選は、1甘いもの、2酸っぱいもの、3辛いもの、4脂っこいジャンクフード、5しょっぱいもの、6炭水化物、7氷でした。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。